アイテム番号 SCP-137JP オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-137JP は性質上施設での収容は困難です。そのため SCP-137JP が発生した場合周辺道路をすべて封鎖し民間人との接触を阻止してください。必要に応じて道路工事やヒグマ注意などの標準的カバーストーリーを実行します。市街地に出現した場合はプロトコルナイトパレードを実行します。プロトコルナイトパレードは財団フロント企業サプライズコミカルパレード SCP による活動として行われます。エージェントは着ぐるみや警備員に偽装し民間人に SCP-137JP を仮想パレードであると思わせてください。 SCP-137JP に物理的な接触を試みる民間人はエージェントによって穏当な手段で阻止されます。説明 SCP-137JP は深夜の路上を行進する実体の集団です。多くの実体はいわゆる着ぐるみのような姿をしています。モチーフは器物や動物などが多く見られますが不明なものも多数あります。確認されたすべての実体は物理的な影響を受けますが損傷によって行動不能になることはありませんでした。出現後全実体は集団で移動を開始します。この移動の目的や目的地は不明であり全ての事例において移動中に突然消滅しています。消滅後の追跡の試みは成功していません。移動ルートについても規則性は確認できませんでした。出現する場所についてもはっきりとした規則性は確認できていません。しかし出現しない期間が長くなればなるほど前回出現地点よりも遠い地点に出現する傾向があります。このことからSCP-137JP は消滅後も移動を続けているのではないかと見られています。財団によって確認された、県の事案により、SCP-137JP の出現日には一定の規則性があることが判明しています。全体の 38.3% は、月、日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 に発生していました。それ以外については母集団の不足のため統計学的な優位が認められず、調査と分析が続けられています。多くの場合、SCP-137JP は人間に関心を示しません。明らかな脅威や、宗教的なオブジェクトに対しても無反応です。しかし敵対的な物理干渉、進路の妨害や攻撃、捕獲の試みなど、を受けた場合は全実体が一斉に反応し、対象を連れ去ろうとします。対象が SCP-137JP に捕獲された場合、SCP-137JP の全実体と共に消滅します。B クラス職員を用いた実験では、すべての信号が消失し回収不能となりました。SCP-137JP は路上であれば、どこにでも出現します。インシデント 137JP-01 を参照してください。インシデント 137JP-01 日付20場所中国自動車道インターチェンジからインターチェンジ区間下りの高架上記録方法監視カメラによる映像音声なし記録開始開始直後、路上に SCP-137JP が出現。総数は1個体の定義が難しいため不明だが、およそ、体と推測される、全実体が、方面に移動中。14秒後黒の、正普通乗用車が、推定時速 130km 以上で SCP-137JP 実体の一つに衝突。SCP-137JP 実体は大きく損傷するものの、活動を継続。乗用車は大破、停車する。16秒後、
SCP-137JT の全実体が一斉に移動を停止。停止した乗用車に反応し、接近を開始する。28秒後、乗用車が SCP-137JT にほぼ完全に包囲される。SCP-137JT は乗用車を大きく揺さぶり始める。34秒後、乗用車の運転席から、パニック状態の男性が飛び出してくる。39秒後、男性は逃走を試みるが、複数の SCP-137JT 実体に阻まれる。必死に抵抗するものの、多数の SCP-137JT 実体によって完全に拘束される。何か叫んでいると思われるが不明。42秒後、男性及び SCP-137JT 全実体が不意に消滅する。大破した乗用車だけが、その場に残される。以降、終了まで変化なし。記録終了。結果、乗用車には無数の凹みが確認され、フロントガラスは砕かれていました。すべての記録は回収され、野生動物との接触事故として適切な隠蔽工作がなされました。男性は行方不明のまま、現在も発見されていません。分析 SCP-137JT が都市部の高速道路や空港の滑走路などに出現した場合、収容及び隠蔽工作が極めて困難であると思われます。ポイ。財団は SCP-137JT に関連があると思われる人物を保護しました。インタビュー 137JT-01 を参照してください。インタビュー 137JT-01 日付20。対象、10代前半の日本人と思われる女性、佐藤千代と名乗る。彼女は岩手県市内で保護されました。インタビュアー、エージェント。不機。対象との意思疎通及び人間関係を円滑にするため、対象と出身地が近いエージェントによってインタビューを行いました。会話は方言で行われています。録音開始。ほんなら千代ちゃん、ちょっとお話聞かせてもらってええかな？アメちゃん食うか？千代、うん。千代ちゃん、おうちどこやったか、もういっぺん言うてみてくれる？千代、村。千代ちゃんは、なんであのコンビニ、じゃねえ、お店におったか思い出せへんか？千代、よう覚えてへんけど、多分、様に連れて来られたんやと思う。様。千代、猫とか、茶釜とか、大根とか、なんかそんなんに似てる神様らや。その、様とは、どこで会うたん？千代、裏の山、ムカゴ拾っとったら、迷子になってしもてん。ほんなら、様が養蚕おって、うち怖かったからナタで思いっきり叩いたんや。むちゃくちゃしやがる。いや、続けて、様は、どうなったん？千代、頭めっちゃへこんでたけど、知らん顔してた。ほんで、様がみんな寄ってきて、うちを捕まえたんや。変なとこ連れてかれた。変なとこって、どんなん？千代、よう覚えてへんけど、なんかもやもやしてた。昼みたいな、夜みたいな感じやった。そこで、様に何かされたん？千代、うん、せやけど怒ってるかもしれへんと思って、ムカゴの入った米あげてん。そしたら、様の一人がカゴごと丸飲みにして、それから急に優しくなったんや。優しく？千代、うん、ほんでまた、うちを連れてって、気づいたら、あのピカピカしとるお店の前におったねん。そりゃ大変やったな。あ、ところでもう一遍聞きたいんやけど、千代ちゃん何年生まれ？千代、大正3年。そっか、インタビューを終了します。録音終了。終了報告書、対象はおよそ、年間、未知の空間に滞在していたと思われます。当時の記録を確認したところ、該当する人物が行方不明として処理されていました。これまでの予測と異なり、
SCP-137-JP には一定の知性や感情が存在するようです。収容プロトコルに反映できるかもしれません。このインタビューから得られた情報により、新たに完全収容プロトコル、スペシャルコスチュームパーティーが立案されました。通知のあった職員はプロトコル実行に備えてください。以下の装備は申請中です。人数分の着ぐるみ、サイト、81、内に新設予定の神社、リットルの日本酒。